私は都内に住む26歳彼氏持ちお羊座佐藤美慶ら和子。来世のモテキを前借りしたと言われるこの私、またモテキが来てしまったようだ。最近知り合ったイケメン君、顔はタイプではないが、大型剣男子でなかなか心が揺さぶられる。うーん、だがしかしあざとすぎる。あざとサブロに毎日使ってるぐらいの強者だ。なんなんだこの毎日付き合ってもないのに来る LINE は。今何してるって犬のスタンプも付けて聞いてくるな。最初は甘すぎて拒絶反応が出ていたが、今に なってはあの小さじゃないと、埋めらられない穴ががああるとあとさしよこミケちゃんの写真送って顔見たいなとか、会いたいとか、どこで覚えたんだ、その技。姉が少女漫画家か私も題材にされるのかなリボンマーガレットそれとも別冊の方かな全然教えてくれれば読みますけど。まあ、これだけイケメンに求められると嫌な気はしない。こんなに毎日連絡してくるってめちゃくちゃ私のこと好きやんけ。好きやったら相当大切にしてくれるんだろうな。だが、しかし私はそんなに簡単に手に入る女じゃ 世界最大珍味隠れたもう一つの珍味はこの私私と付き合える男は SASUKE をクリアするよりも難しいという令和のかぐや姫になりたいどれだけ男たちが貢いでも私をものにすることはできないそう思ってもらわねばならないはあまたあいつから電話だうん、うん、<laughs> もしもし何今何してんの <laughs> 何急にいや今何してんのかなと思って別に何もしてないよゴロゴロしてるああそうなんだ むげちゃんに会いたすぎてさ、家の近くまで来ちゃった。え嘘でしょ <laughs> 寒い。いや、なんか会いたくて会いに来ちゃったえちょっと待って。<laughs> どこにいるのえちょっともういいわ。今外行くからちょっとそこで待ってて。もう行くからね。 うん、ガチャ <laughs> 来ちゃった。<laughs> 本当にいるじゃん。ちょっと待って、なんでいんの <laughs> ちょっと会いたくなっちゃって。もう分かった、もう一旦外行こう。ガチャガチャ。もう何寒い、ごめんね。あ全然大丈夫だよ。いやー、俺、気づいてると思うんだけど、みきちゃんのことめちゃくちゃ好きなんだよね。でしょうね<え>こんなにデレという言葉が似合う口する人初めて見たよ。口がデレデレというか、デレが溢れてますよ。久しぶりに真剣に付き合いたいって思う人に出会えたっていうか、だから付き合ってほしい。うー、どうしようかなぁ。 タイプじゃないけどここまで言ってくれるなら付き合うかこんなに好きって言ってくれるなら相当大事にしてくれるんだろうなでもイケメンだからあんまり本気にならないように気をつけようよし久しぶりに大川じゃなくて追われる恋味わうかうんいいよえやったマジうわ マジで嬉しい。うわ、マジか。<laughs> 喜びすぎわ、マジでありがとう。マジでありがとう。はいはいはい。わかった、わかった。これから俺の彼女だよね。俺の。うわ、マジか。俺人生で一番嬉しいかもしんない。じゃあ俺行くね。えうわ、一緒にいたいんだけど、明日朝から仕事なんだよね。そうなんだ。てかわざわざ会いに来てくれたの、それだけのために。ありがとう。当たり前じゃん。じゃあまたね。<laughs> じゃあね。ま <laughs> た連絡する。<laughs> はいはい、じゃあね。<laughs> ニヤニヤが止まらねえんだが。あいつうちのこと好きすぎだろう。どんだ ななんだよしょうがねえなせっかく久しぶりのフリーを味わおうと思ってたのによフリーを謳歌していろんな男の人ショッピングして似合うかなとか鏡の前で見てる時が一番楽しいのによまた彼氏できちまったよしかもイケメンのクハハハ 私私もバカじゃないぞ追いかける恋は幸せになれないと学んだ今度は追わせる恋ができるなんていいね追われる側はこんなに気持ちが楽なのか前で自転車に乗って後ろの陸上部の奴らが走ってくるのを待ってる監督の気分だよせいぜい頑張って私を追いかけてくれたまえさて彼氏がめでたくできたわけだし王子ができた時のために取っておいたエジプト土産のファローパックするぞおよよ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  話と違うぞーあいつ全然追いかけてこないんだけど陸上部なら大分案件なんだけどグイグイ来るから付き合ったのにアフターフォロー何もないんだけど付き合う前のあの LINE の嵐は何だったのお天気雨かな通り過ぎた最初は連絡来てたけどどんどんなくなって今や毎回私から連絡してるんですがやっと追いかけられる恋愛来たと思ったのに気づいたらよだれ垂らして私が追いかけてるんですけどはにゃどういうこと最初は私が追いかけたら調子乗るから自分から連絡しないようにしてたけどもう2週間 会ってないんですけどえ<ー>しぶりに真剣に交際したいと思える人に出会えたんじゃないの、うん、犬のスタッフ送ってこいよ私の顔見なくても平気なんですかねまさかこいつ釣った魚には餌をやらない系男だったのかクソもうてだったイケメンだから本気にならないように注意しようと思ってそこしか考えてなかった男と付き合う時に気をつけることが多すぎるだろ 美容師バンドマンダメギャンブルタバコ借金ダメ暴力足草う婚者ダメ気をつけること多すぎだろうがまさか釣り人男子とは思わなかったわダメだこのままじゃこいつを手の上で転がそうと思ってたのに私一人がコロコロ転がってる 女は追うなって言うけど向こうも追わなかったら誰が間にいるんですかねあるのは距離だけです。ダメだ。ちゃんと会って気持ちを伝えよう。何か原因があるかもしれない。よし、LINE しよう。今週そっちの家で会えると。またこの LINE もすぐ帰ってこないんだろうな。最初のうちはすぐ帰ってきたのに今帰ってくるの何時間後だよ。はあ、追われる声は余裕ができるんじゃねえのかよ。あいつのことで頭いっぱいなんだが。うん、ダメだ。こんなことで空直やるな。うう声にも体勢がつくように今から外走ってこよ さあてきたぞ、あいつの家だ。よし、ピンポーン。開いてるよ。え何ガチャ。ええ、なんで歯磨きしてんの<タッ>え何がそういうとこだよ 2>, 2週間ぶりに会うのになんで今歯磨きしてんだよ2時間前から起きて準備して楽しみにしてたのは私だけでしょうかこういうこともいちいち傷つくんだよな私はもういい相手にするのはやめよお邪魔しますよいしょ <laughs> あのさ話があるんだけど何？最近なんか全然会えてなくない結構最初の方はいっぱい週にぐらいで会えてたのに最近月にとかじゃんなんか寂しいなってえ会おうって言ってよ あ、でも最近仕事忙しいんだよね。これ終わったらさ、全然会えるから、終わったら遊び行こう。そういうことじゃねえんだよ付き合った時から忙しさ変わってねえじゃん明らかにあなたの熱量の違いを言ってるんですよこちたら沸騰してないわけぬるま湯なわけ彼女が寂しがってたらまず寂しい思いさせてごめんねじゃねえのかよなんか連絡も少ないしさ、全然 LINE とかもしてくれないじゃんなんか寂しいなーって。え ミケも全然 LINE してこなくない ?LINE くれれば俺普通に返してるよね違う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 ,違う,う,うなんでこう伝わらないかなすれ違ってる繋がってると思ったら繋がってなかったみだくじかなあなたのあたりはどこですかあなたはもう好きじゃなくなったのか気になってんのよ私に飽きたのかってこのアフターケアのなさが本当のあなたの姿なんですかもしこれが本当の姿ならびっくりだよ最初のやつは何だったんだよめちゃくちゃ高い買い物したのにカスタマーセンター全然繋がらないじゃん に考えてますとか言ってるけど電話すると全く人間に繋がらなくてショートメッセージで終わらそうとしてくる AI かなそれはブチ詐欺やん最初に言ってよアフターケアありませんってそしたらそれ込みで考えるわじゃあ聞くけどさあ私のことまだ好きなのえ 好きだよ。何言ってんのさっきから。もういいからゲームしようよ。なんだろうかこの私だけ絡まってる感じ。10匹のハムスターが回してるぐらい回し車絡まってるよ。まあいいか。彼の言う通り私からも連絡すればよかったんだよね。そうだよね。追われる恋がしたかったけど、もうしょうがないか。彼も好きって言ってくれてるし。あれわあ,あ何この魚かわいいきれい買ったのああ、それ。 なんかこの前友達釣り行った時に珍しかったから持って帰ってきた。へえ、そうなんだ。ええー、すごい綺麗。かわいい。あれでもなんか餌とかさ、何をあげてんのこれ。えああ、いや別に野生にいたし、餌とかあんまあげなくて一緒。しょこいい釣やっぱり釣った魚に餌をやらない釣り人とけ男で え何このクズ野郎め釣る時だけ特大の餌用意しやがって釣ったんだったら死ぬまで面倒見ろおお頭きた今助けてあげるからねおい<ー>よ,よし行くぞ私たちは養殖のフグになるんだちゃんとおいしい餌を食わしてくれる養殖場を目指して大海原へ出るんだよ <laughs> お前なんか釣った魚がおなかすかせたピラニアでは餌やらなかったせいで食われちまえピラニア女と抱きつきえ合うわよチャンネル登録よろしくチャンネル登録よろしく